平田良介は、大阪府大阪市上東区出身のプロ野球選手。宇と右みち、中日ドラゴンズ所属。小学1年から、赤木ジュニアスターで野球を始め、中学時代は、ボーイズリーグの、大阪北及び、大阪豊島に、所属。万屋公平とは、家が道を挟んで二軒となりという幼馴染であり、小学1年から中学1年まで、 同じ少年野球チームに所属していた。大阪桐蔭高校では1年夏から6番で、レギュラー、秋から4番を任された。高校時代は、辻内高成と同期で、辻内の話では、平田の名前はすでに、大阪一円で知れ渡っており、肉体的にも、入学時で完成していたため1年生で唯一、入学直後から上級生に混じっての練習参加を許されたという。 なお、平田三年時の一年生に、中田翔と岡田忠理がいた。高校通算70本塁打を記録。二年時には、第76回選抜高等学校野球大会に、出場。一回戦の二小学者大付戦で、本塁打を打ち、また三年時に出場した第87回全国高等学校野球選手権、大会の準々決勝、東北戦では、PL 学園。 清原和弘以来の1試合3本塁打を記録した。その後、準決勝で田中正弘擁する駒大と真駒井と対戦。しかし先発の田中に読んだスー・ムアンダに封じ込められ、チームも延長戦の末敗退した。甲子園、通算後本塁打は、史上4位。9月頃に、アジアトリプル A 選手権における、韓国戦で右肩をあだっきしたため手術する。 予定だったが、予想以上に、右肩の状態が良化し、手術は受けなかった。高校生ドラフトで中日ドラゴンズに一巡目、指名された。2006年1月9日に、中日ドラゴンズ選手寮に入所。8月26日に、初の一軍昇格を果たすと、同日の横浜ベイスターズ戦の9回裏に、A 値の代打として、プロ初出場を果たした。 結果は三塁頃だった。2007年は10月4日に7番センターとしてプロ初のスタメン出場し延長11回裏の満塁の場面で支給を受けたことでプロ初打点を挙げる。10月6日の大東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初安打を打つ。翌7日の大横浜戦では3安打を打ち、初の猛打賞を記録。終盤の活躍と、 堅実な守備が変われ、その年にセンターでスタメン出場することが多かった英知の故障もあり、クライマックスシリーズにおいては全試合スタメンで起用される。日本シリーズでもホーム試合ではスタメン起用され、第3戦では安打を打ち、第5戦においては北海道日本ハムファイターズの先発投手のダルビッシュ U から疑比を打ち、この試合唯一の打点を挙げた。 なおこの試合に1から0で勝ち、この打点は日本一を決める決勝点となり、球団として前回1954年の日本一の際の井上、昇ると同じく高卒2年目の野手が日本一を決める決勝点を挙げたことになった。この儀肥はストレートを打ったのだが、スライダーを投げられていたら打てなかったと後に語っている。 日本シリーズでの活躍が認められて12月の球団主催によるハワイへの優勝旅行にも参加する予定だったが出発前日の練習中に足を捻挫し、急遽参加を取りやめた。2008年の春季キャンプは前日の足の捻挫もあって2軍スタートだったものの、第4クールで1軍に合流。森野真正彦が故障で離脱したこともあり、ほとんどのオープン戦にセンターでスタメン出場。 森野の代わりとして開幕スタメン入りも確実視されたが、森野が開幕までに回復し、また、オープン戦での成績も相まって、開幕一軍入りとはならなかった。5月16日、森野の怪我による離脱で、二軍で83打数15安打、打率、181、日本累打と、調子が上がらない中、このシーズン初の一軍昇格、その日の対横浜戦で、 即、スタメン起用された。しかし目立った活躍は見られず5月26日にに、軍に降格した。6月11日に再昇格。9月7日、対横浜戦の9回裏一死の場面に、代打で登場し、横山道也から一軍でのプロ初本塁打を打つ。これが、同時に、さよならの主君打となった。その後もシーズン終了まで一軍に定着。 主に代打で起用された。シーズン終了後の周期キャンプでは故障離脱してしまい、春期キャンプの2軍スタートが決まる。2009年は前述の通り春期キャンプは2軍スタートとなった。一軍に合流することなく、キャンプは終了し、教育リーグに向かうことになったが、3月17日の阪神タイガースとの練習試合で一軍に合流。プロ4年目にして、 初の開幕一軍入りを果たす。藤井敦史小池正明、新人の野本慶と外野のポジションを争うことになると、思われたが、シーズンが始まると代打でも結果が残せず、4月15日に二軍に降格した。その後8月に一度登録されるが、勝負所での併設打や三振を繰り返し、9月に再び抹消された。最終的には、 前年の59試合出場を下回る42試合に止まるが打率271.2本塁が9打点を記録した。2010年は新人の大島陽平や2年目の野本などとの競争に勝てず大半を2軍で過ごし日本シリーズでも活躍できずに終わった。オフに背番号8を大島がつけることになったため西川明の対談で秋番号になっていた42 変更。2011年は開幕こそ2軍も5月5日に1軍昇格。5月18日の千葉ロッテマリーンズ戦では同点本塁打。5月22日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では自身初の4安打を記録。6月4日の対埼玉西武ライオンズ戦では9回裏の同点打に加え延長11回裏に野上龍馬から2008年以来。 自身2本目となるサヨナラ本塁打を打った。さらに、その翌日の対ロッテ戦では、9回裏に矢蓋康彦から2日連続のサヨナラ本塁打を打った。個人の2試合連続サヨナラ本塁打は2002年、松井和夫以来8人目。セリーグでは1988年のダグデ申請以来23年ぶり。中日では初の出来事である。 また前述の活躍もあり6月の月間 MVP を初受賞。チームの野手としても2009年6月の和田和弘以来2年ぶりの受賞となった。リーグ優勝が決定した翌日に行われた10月19日のタイヤクルト戦ではプロ入り後初めて4番打者を務めた。中盤以降は調子を落とし1ヶ月以上本塁だが出ない時期などありスタメンを外れる試合も増えたが 最終的には113試合に出場し、打率255、11本塁打、38打点の成績を残す。守備でもリーグ3位の8補殺を記録するなど、チームのリーグ連覇に貢献した。2012年は、初の開幕スタメンに名を連ね3月30日の開幕戦では、チーム第1号の本塁打を記録。主に7番を打っていたが、その後、 森野正彦の故障により3番を打つこともあった。しかし5月にぎっくり腰を患いに軍落ちを経験した。最終的には本塁打は前年と同じく11本だったが安定感をかき打率216と低迷し出場試合数も前年より減った。2013年は開幕一軍を勝ち取ったものの松雄介にスタメンを 奪われると、33打席で1本もヒットを打てずに、登録抹消された。5月10日に昇格を果たしてもしばらくは、結果が出ていなかったが、6月23日の対、読売ジャイアンツ戦では2回に、先制のソロ本塁打、7回にはダメ押しとなる3点本塁打を打ち、チーム3年ぶりとなる1試合4本塁打のうちの2本を、打って、勝利に貢献した。その後は、 右翼レギュラーに定着し最終的に規定打席には及ばなかったが、これまででいずれも自己最高の打率、289、15本類打55打点を記録した。オフの11月には台湾で行われた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。また、背番号の変更が発表され、 岩バタヒロカズの対談によりき番となった6をつけることになった。2014年にはオープン戦から4番右翼手で固定されてシーズンを迎える。序盤は校長を維持していたものの長くは続かず交流戦から6番に下がる。6月27日の大阪神戦で邪火を追った際に右足首を捻挫し約1ヶ月間戦列を離れたもののプロ9年目にして 初めて規定打席に到達した。2015年7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。オフの10月9日に第1回 WBSC プレミア12の 日本代表最終ロースター28名に選出されたことが発表された。11月26日、球団農会で谷重元信監督より翌年の首相に任命された。中日ドラゴンズでは1994年の二村トール以来のキャプテン就任となる。この年、自身初のベストナインに選ばれた。2016年開幕前の2月15日に、 侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の日本代表26名に選出されたことが発表された。6月18日の北海道日本ハームファイターズ戦で15本塁打を打ち、6年連続2桁本塁打を記録。9月14日に右肩痛で一軍登録を抹消された。シーズン途中に FA 権を取得したが、11月5日に f a 権を行使せず残留を表明した。2017年1月24日に2017ワールドベースボールクラシックの日本代表に招集されたことが発表され、大会では2試合に出場した。レギュラーシーズンでは右膝の故障に悩み66試合の出場に止まった。2018年は序盤こそ不調だったものの5月に月間打率。 431を記録すると、その後も一時は、打率トップに立つなど安定して、好調を維持、同僚のダヤン・ビシエドラと、首位打者争いを演じた。その打率の高さを買われて一番で出場することも、多く、一番右翼として出場した8月16日の、対 DNA 戦では、第一打席に、先頭打者本塁打を放つと、その後の打席でも二塁打二本、三塁打、 をを記録しし史上68人目のサイクルヒットを達成した最終的には自己最高の打率329を記録し、また自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。2019年も序盤からほぼ1番で起用された。しかし5月17日に左足の違和感で途中交代し、その後検査で左下体の肉離れと診断された。 7月20日対 DNA 戦4回をもてに、石田県内から本塁打を打ち、プロ通算105本塁打を記録した。しかし8月14日の大半新戦で右手首に、支給を受け途中交代した。その後も一軍に帯同したが、治療に専念するために8月21日に一、軍登録を抹消された。9月10日に一軍復帰し、残りのシーズンを一軍で過ごしたが、 最終的には95試合の出場に終わった。2020年は開幕一軍スタートとなったが、6月24日に18、打数1アンダと不審でスタメンを外れた。その後も不審が続き7月20日、右肘痛との発表があり一軍登録を抹消された。その後8月23日に再び一軍登録され9月9日、通算セ0 0アンダーを達成。 しかし9月26日、歌詞のコンディション不良で一軍登録を抹消。10月29日に再び一軍登録されたが、この年は2度の登録抹消もあり55試合出場でシーズンを終えた。高校通算70本塁打。50メートル5秒7の瞬速と、遠投110メートルの強肩を合わせ持つ。2011年の春季キャンプには当時監督の落合、ひろと、 嘆きコーチの石峰和彦の指導により、打法を改造している。マブカにヘルメットを被るのもトレードマークである。2011年以降は、オレンジ色のバットを使用している。落合からは、ドラフト時に、この年のドラフトで、俺が認めたのは平田だけ。そういう選手がいない年だってある。あれだけ触れる選手はそうはいない。 鍛えれば俺以上の打者になると高く評価され、守備についてもドラゴンズの外野守備で一番うまいと賛辞を送られている。大の漫画好きで少年漫画だけでなく少女漫画も読む。大阪市の実家には約900冊のコレクションがあるほど。その中からドカ弁、両風をはじめ手放せない愛読書を約200冊厳選して寮に持参した。 またかなりのゲーマーでもあり、特にみんなのゴルフ、ウィニングイレブン、実況パワフルプロ野球シリーズはかなりやり込んでいる。ウィニングイレブンではネット対戦で全国151位、実況パワフルプロ野球では同じく30位台まで上昇したことがあるという。ウィニングイレブンでは弱いチームで勝つ方がポイントが止まりやすいという理由から、主に FC コペンハーゲンでプレーしており、 フォーメーションは守備重視の6から3から1をよく使う。一歳年上の夫人がいる。経緯は2007年秋頃から接する機会があり、そこから3年間の交際を経て2010年5月に婚姻届を提出した。同年12月には長男が誕生している。2013年には長女が誕生した。その夫人の影響で桃色クローバー Z のファンになり、 2013年からは打席時の登場曲に使用している。大阪ドームが自宅から近かったこともあり、子供の頃は近鉄バファローズのファンであった。当時好きだった選手として中村のりひろの名前を挙げており、中村の中日在籍時にはファン目線でノリと呼びそうになったと語っている。2009年の自主トレで、 同じ大阪桐蔭高校出身の千葉ロッテマリーンズの西岡強し、北海道日本ハムファイターズの中田翔とトリオ、好奇心結成。自主トレの数日前に西岡がクイズ、ヘキサゴン2でおバカキャラと位置づけされたのを踏まえて、西岡さんはおバカキャラというか天然なんで、羞恥心じゃなく好奇心でいきますよここから好奇心が結成した。ヒーローインタビューで、 たびたび名言を残している。2011年の2000連続さよなら本類だの時には6月4日は明日はデーゲームですのでお酒は控えるようにしてくださいと5日は明日はナイターです。お酒をたんまり飲める時間があります。しっかり飲んで明日の6時プレイボールまでにお酒を抜いて応援してくださいと2日連続で酒ネタを披露した。この 酒ネタは、その後のヒーローインタビューで、中日の他の選手にも使われた。2014年からは常日の通り、落合が現役時代につけていた背番号6をつけることになったが、会見ではそのことに触れられると知らなかったと発言。その上で、好きな番号だったので選んだ。自分なりの6番にしたいと抱負を語った。また東海ラジオのスポーツ番組出演時には、 落合 GM とのやり取りについても明かし、当初は背番号九を提示されるも、前年まで同じ外野手の野本慶が背負っていたことを理由に誇示、したと語った。ついで希望の番号を問われてろくと答え、落合から誰がつけてたか知ってるか、と質問されたと語っている。2015年からは、この年に加入した亀沢京平や遠藤一生と共に、ムードメーカーとして、 チームを盛り上げている。もともとは平田がファンの方に喜んでもらえるようにとカめザーに呼びかけ、得点が入った際に中継カメラに向かってパフォーマンスを披露するようになり、後に遠藤も加わるようになった。2015年8月1日の巨人戦にて、東京ドーム左翼席場にあるキリンビール一番搾り看板に直撃する特大本塁打を打ち、 キリンビールマーケティング株式会社より、賞金100万円と、キリン一番絞り1年分を贈呈された。2018年オフ、新車では、車両価格だけで3970万円すると、言われる、ロールスロイスゴーストブラックバッジを新庫で購入。本人によると、子供の頃に、新庄剛のフェラーリを見たことがきっかけで、プロ野球選手になったら、 絶対高級車に乗ったると思ったんですとのこと。テレビ番組では5000万円とも報道され、大きな話題となった。2020年12月20日にニコニコ生放送で、放送された企画、プロ野球将棋特番に出演。プロ野球界の将棋好き4選手で争った、プロ野球最強将棋王決定戦で優勝し、9王の称号を与えられた。ありがとうございます。